皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます、ルートレス山崎です。今回の動画は、シリアスなお話になってしまいますが、どうかお付き合いくださいませ。この動画の冒頭から登場しているシジからさんのことなんです。このチャンネルの視聴者様の中でも、お気づきの方がいると思います。1話のシジからさんの足に、おできのようなものができています。この岩間に気づいたのが、2週間ほど前で、初めに見た時は、 四十から三の足にスズメさんたちにあげているエサの殻がついているのかと思っていましたそれが少しずつ大きくなってきたのです私は獣医ではないのであくまで私の調べた範囲でお話しさせていただきますがこの四十から三の足にできているおできのようなものは測定てもしくはシリ症と呼ばれるものだと思います。 炎は主に指の関節部分に起こる皮膚炎で足底炎が慢性化して潰瘍化主流化したものを特に流症と呼ぶそうです多分今の四十から三の足の状態ですと支流症の状態だと思います時々片方の足を上げる仕草をしているところを見ると痛みもあるのでしょうね 私は、このシジュウカラさんに、何ができるのだろうか、ここ数日考えていました。家の中で飼っている小鳥であれば、動物病院に連れて行って治療することもできますが、このシジュウカラさんは野鳥です。捕まえて動物病院に連れて行くことはできません。このシジュウカラさんに、私ができることは、シジュウカラさんが毎日食べている餌の改善です。この病気は、肥満やビタミン A の不足で悪化するそうです。肥満の対処は、 他ののの野鳥もいるので、この四十からだけ食事制限をすることもできませんそして今よりも極端に給仕量を減らしてしまうと多分足に病気を持ったシジュウカラさんは他の鳥との餌の争奪戦に負けて食べられなくなってしまうでしょう野生の状態で餌を食べられず栄養状態が悪化すればどうなるかは容易に想像できます私がでで、きることは、一つだけで 不足ししたビタミン A を補ってあげることしかないのですそのために何をしたらいいのかいろいろと考え悩んだ結果バードケーキに不足しているビタミン A を加え足に支流症ができた40から3に食べてもらってあとは40から3の生命力にかけるしかないと思っていますバードケーキにビタミン A をプラスすることで他の鳥たちも病気の予防にもなるのではないかと考えています ここ数日40から3にどうやってビタミン A を食べさせるかいろいろと考えてみましたまず考えたのはバードケーキにビタミン A の粉末もしくは錠剤を砕いて混ぜる方法しかし餌に混ぜる適量がわからないためこの方法は却下しましたもう一つの方法はビタミン A を含んだ小鳥用の栄養補助食品を与える方法ですこれならどれくらい混ぜれば適量かわかるし そのまま与えても OK なものなら砕いたピーナッツに混ぜて与えてみることもできます私が今回購入したのはナチュラルペットフーズの葉緑素ですこのフードはビタミン各種の他にミネラルや蜂蜜も含まれています四十から三の足の状態を考えるとあまり悠長なことはやってられませんがまずはこの葉緑素からスタートしてみますこれから私がやろうとしていることは 自然の摂理に反することかもしれません。そもそも野鳥に給仕すること自体が自然の摂理に反していることは分かっているつもりです。私に対する厳しいご批判は甘んじてお受けいたします。がしかし、今回は温かい目で見守ってください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。